the Far East Escape Network. Listen to your Far East Escape Network, Tokyo. まもなく開演です。よろしくお願いいたします。くたびれたコード腕に巻きつけマイクに行けよ。Life は一回。Yo, go.ブラックトラックで目覚めなさい。ギー超高度回転するマーターン、その目に焼き付けろ。ギー、その全てが敗北感だが、かすかに見えてた成功、まだわからないぜ。たまに立ち止まる日も、立ち上がっては結び直した日も、その全てが功績さ、リロこのチャンスを離さない、あと一歩すまに上に、皆様こんにちは。 FESN TV、 FESN ヘッドラインのお時間です。さて本日2021年4月20日火曜日からスタートしました FESN TV、 司会を務めさせていただきます FESN アシスタントディレクターの伊波重太です。昨年2020年は FESN 創設25周年ということで、年間を通して YouTube 番組燃える火曜日 FESN Tuesday を公開させていただきました。そして多くの皆様方の応援のおかげで、 FESN が過去に制作した映像作品9本のリバイバル、そして25周年記念作品として新作映画 Beyond the Broadcastings を発表することができました。ご協力いただいた全ての方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。さて本日4月20日火曜日、 FESN TV 記念すべき第1回目、最初のヘッドラインニュースは、去る先月3月11日に24時間限定で公開された FESN 初のドキュメンタリースケートムービーについて、出演者の皆様に直撃いたしました。まずはこちらからどうぞ。レミラは基本的にはいわき、地元の福島県のいわき市っていうところでやってます。いわきはその小名浜に横丁公園っていう公園があって、そこに集まった中の一人がのぶきん、高校時代の同級生で、俺とかもこうなんか音楽をね、スケートビデオを見て、これなんだ、このアルバム買うぞとか、そういう方向でやってたけど、ノブキンはこうスケートビデオを見てもこの人の服装が好きだとか、この人のパンツのたるみがかっこいいとか、そういう目線で見てて、昔こうオーバーサイズで大きいサイズを着てる人がウエスト無理やりこう合わないのに合わせてると、そのポケットの後ろのポケットの位置が妙に脇に来ちゃったりとか、変な位置にポケットがあったりすると、こう見たことない形に見えて、それは洋服そのまんまこう普段でもそういう感じの洋服のデザインが乗っかったら面白いかなっていうのは、こうスケートを見ててよく思う、そのきっかけになるのは、滑ってる人を見てるのが好き。12、3年前ぐらいから、もちろんノブキンに誘ってもらって
ですかね。ノブキンはもうとっくにここでレミーラをやってて、でもう友達関係だったんで結構遊び来てたんですよ、夜遅くまで喋りにっていう中だったんで、レミーラっていう存在が常に隣にあったんで、なんか誘われた時自然だったっていうか、もう受け入れが普通にできてたっていうか、やっぱりみんなこうノブさんとかカット君が行ったり、他の関わってる人たちと一緒にやったり、遠目から見てたりするときに、なんかな、好きなことやってるのはやっぱり結構羨ましく思えてた時期がずっとあって、でたまたまその自分にできることがあるっていう風ので声かけてもらったときに嬉しかった。洋服作る時の順番ってこう紙に洋服のこう型紙を作るってって言っても、こう実際は生地だし、着る側はその紙のように2次元じゃなくてこう3次元っていうか立体になるっていうところで、スケートの場合ってプッシュしたり、なんだろうな、こういろんな人の動きが、こう体のシルエットっていうか手の動きとか手首の動きとか、そういう動きを見た時にこう結構インスピレーション湧くっていうか、布がこんな風に見える。例えばレミラの洋服って買ってくれて着た人の形になって初めてこう良さが出てくるっていうか、着る人によって全然雰囲気変わったりするんで、でそれをずっと着続けてくれた時に、なんかその人でしか着てないシワになってたりとか、当たりがつく場所、擦る場所がその人にしかないところにずっと触ってたところだけが擦れてったりすると、そのレミーラの服なんだけどもうその人の服になってる状態っていうのが、結構レミーラの服の面白いところなのかなと思うんですけど、90年代に自分は一番スケートを没頭してた時だった時に、その印象、生地の動き方の印象は90年代のあの動きっていうのは未だにこうどっか片隅にあるっていうか、いいなぁと、あのシルエットってスケーター独特だよなっていうのは未だに、うん、影響を受けてるような、うん。次のニュースは、福岡は北九州に満を持して完成したスケートパークにて行われたイベント、その名も正々堂々に FESN のカメラが潜入いたしました。コロナ禍の中、北九州市が全面バックアップし、地元スケーター有志ら、地元協力企業など多くの仲間を巻き込んで開催したコンテスト、正々堂々の風景を取材してきましたので、皆様どうぞご覧ください。
2連覇桜井一世。さて本日4月20日火曜日 FESNTV 記念すべき第1回目は久しく登場を果たしてなかったあのお方にお話を伺ってきました。それでは皆様 VTR をご覧ください。スケボーの達人。達人お久しぶりです。達人お久しぶりです。なんだようるせえ、何回も言うんじゃねえ。誰だお前。 FESL の伊波です。 FESL の、で何。10年ぐらい前にお会いしたことはありますね。あ10年10年っていつから10年。今っていつ。今のは2021年の4月20日火曜日ですね。2021年の4月20日、まだそんな感じなのお前。
で、で昔会ったことがある君は何しに来たの？また FESN から FESNTV っていうの番組を始めようと思ってるんですけど、それでちょっとお話を聞かせていただきます。番組って何？番組って何の番組？スケボーの番組ですね。え？スケボーの番組です。スケボー？お前今スケボーって言ったの？はい。お前スケボーって言ったの？スケボーですね。お前舐めてんの？スケートボードだろお前。スケボーじゃねえだろ。スケートボード。言ってみろお前。スケートボードだ。スケートボードです。スケボーとか言ってんじゃねえよ。何でも略せばいいと思っても流行りじゃねえんだよお前。スケートボードもう一回言え。スケートボード。で、番組を作るにあたって達人に何かアドバイスをいただけないかと思いまして。俺にアドバイス？お前たちに？お前たちなどに向かって？お前に向かってなのか、それともお前たちなどに向かってのどっちだ？まあこれを見てるみんなのために。みんなのためだろ。でそれで俺が何を言わなくちゃいけないの？なんでそんな契約してんの？なんで俺が言わなくちゃいけないか言ってよ。達人いろいろ知ってると思う。知ってるよ、いっぱい。お前たちが想像絶するぐらい知ってるけどさ、何が知りたいんだよ。まあちょっと説明もあれなんで、一回 VTR 用意してるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど。え？なんつった？ちょっと VTR？ VTR を見てほしいの？何？お前のために。あ、これを見てる人たちの。みんなのためだろ。みんなのためだったら見るよ。あ、お願いします。アシックスの VTR ですね。え？アシックス？アシックス？いつのアシックスの話？それ。今の。え？今ですね。今？今ってお前から見ていつだよ。今2021年です。まだそんなこと言ってんの？まあいいや。いいよ。見ようよ。アシックス。アシックスが本気でスケートボードシューズを考えたらどうなるかっていうので取り組んでやらせてもらったんですけど、東京オリンピックの競技にスケートボードが入ったことでアシックスとしてスポーツのシューズを提供するっていうところから話が始まったのがきっかけです。アシックスでは人間のことを中心に据えたものづくり、人を中心に据えた科学的なアプローチっていうことを大事にしてます。使う人のことを考えるっていうことが一番大事かなというふうに感じています。スケートボードっていうのはとてもファッションとしてもスポーツとしてもポピュラーなものの一つなので、アシックスの中でもこれまでに重要なんじゃないかっていう声はあったんですけれども、どうしてもアシックスだとスポーツシューズっていう風に印象強くなっちゃうっていうのがありまして、どういったことをやればスケートボードシューズっぽくなるのかなっていうのをすごくチームのメンバーとも話しながら考えていったんですけども、やはりアシックスには今までスケートボーディングシューズっていうのをしっかりと作ってきたものがないので、逆に言うとそれは先入観がなくて過去のものにとらわれずに新しくチャレンジできる、まあ、一回きりのチャンスだというふうにも考えて、一からスケートボードに必要な機能というものを考えていきました。弊社の強みとしては、まあ、総合スポーツメーカーがスケートボードシューズを作ったっていうところにあると思うので、まあ、さまざまなスポーツの、まあ、使ってきた知見をこの靴に取り入れたっていうところですね。実際にシューズの中に中敷き型のセンサーを入れまして、足の裏にどういった力がかかっているのかっていうものをチェックするようなことをテストで行いました。どういうところに負荷がかかるから、まあ、どのように配置するのか
のがベストか、耐久性とあと屈曲性の両立、その相反する機能を両立させた靴を、作ろうということで、もともと耐久性が求められるような競技のテニスとか野球でもともと実績があったような材料とか使い方になるんですけども、他のトリックの時の足の使い方などを見ながら、いろいろ足型とか計測をしまして、実際のスケート動作のデータから見つけて、すごく調整しやすい設計になってます。VTR どうでしたか？いいじゃねえかよ、お前絶対いいに決まってるよ。お前テクノロジーの話だろなあ。お前テクノロジーってどういう意味か知ってる？テクノロジー、ああお前とか偉そうに知ったかぶってテクノロジーとかなんか言ってたよ。多分世の中の人間ってテクノロジーがようとかさ、これってハイテクだよとか、テクノロジーってどういう意味か言ってんだよ。聞けよ。聞けじゃねえよ、言ってみろ。テクノロジー技術。ブー、もうダメだよお前、それ遅すぎ。遅いし全然もう知識としてなってないし、もう言葉として出てないから、もうそんなのはもうダメだよな。テクノロジーっていうのは特定の分野における知識の実用化っつうんだよ。わかるかな。その分野において知識を実用化するっていうことがテクノロジーっていう意味なんだよな。それはどういうことかっていうとよ、お前テクノロジーを使ってだよな、そのことを研究して実用的に実用化するんだよ。もう簡単に言えばお前スケートボードのシューズを作っちゃうって言ってんだろな。今までスポーツと走るの頑張った、テニス頑張った、野球頑張った、なんだもうクリケット頑張った、ね、何でも頑張っちゃった、スポーツ頑張っちゃったっていう会社の連中がだよな、今度はスケートボード頑張っちゃってみようって言ってんだろ。お前そんなことやっちゃったらお前オーリーなんか6メートルぐらい飛んじゃうよ。6メートルだよお前、6メートル飛んじゃうよお前。スケートボード使って飛ぼうとしてんだろな。それをお前テクノロジーを使ってだよ、特定の分野における知識の実用化をすることによってだよ、オーリーは1メーター50が精一杯だななんて思ってたアホどもが6メートル飛び始めちゃうよっていう話だお前。分かってんの？それがテクノロジーだよお前。お前走り高跳びって知ってる？走り高跳び、あれお前世界最高何メーターぐらいか知ってっか？2021年4月20日の時点で。いやちょっとなんで知らないんだよお前な。2メーター50ぐらい飛ぶんだよな、正確に言うと2メーター45飛んでしまうの。何にも使わねえで人間は。2021年4月20日の時点でだよお前な。今度それお前棒高跳びって競技あるの知ってる？はいな、棒使っちゃうんだよ。こうやって棒ガーってな、タタタタタって走って棒でバンって高くビヨンって飛ぶんだ。ビヨンってこの棒のこの棒を使っちゃうんだよ。棒を使っちゃうとお前何メーター飛ぶか知ってる？高さどうすかね、5メートルぐらいですか？何言ってんのお前、5メートルとかってだいぶ昔の話だよお前。2021年4月20日よりだいぶ昔の話だよな。6メーター14だよ。ちょっとその前、ちょっと前までな、6メーター14のブブカっつうブブカ選手がな、6メーター14でもうこれ前人未到だねって、前人未到だったんだよ。あ、これもう無理、6メーター14以上は飛べませんってなってたんだよ。それお前つい最近だお前、6メーター15、1センチ伸びちゃったの。これが特定分野における知識の実用化を実践した結果で、それが6メーター15飛んじゃいました。じゃあお前スケートボードお前どういうことかって言うと、お前どっちかって言うとお前、スケートボードを使って飛ぶんだから、棒高跳びに近いわけだろ？な、捨て身で何にも持ってなくて走って飛んで2メーター45な、棒を使ったら6メーター15なんだよ。今度スケボー使ったら6メーターぐらい飛ばなきゃ、お前計算が合わねえじゃねえかお前な。そういうことだよ、これがテクノロジーな。全然信じてないんだろ、不可能だなんて思っちゃってんだろ。いや6メートルはどう思うみたいな、達人6メーター以上は飛べませんよとか、6メーターなんてスケボーじゃ飛べませんなんて思ってっから、そんなお前そんなのお前ダメだ、お前アシックスの人怒られちゃうな。ちゃんと謝る、はい、ちゃん
と謝り言え。すいませんでした。そうだ、アシックスの皆さんすいませんって言え。アシックスの皆さんはすいませんでした。そうだ、あ、テクノロジーを信じるってそういうことだろって言ってんのよ。テクノロジーを信じるのかお前。はい、よし、テクノロジーを信じます。なんならいいよ。え、もっと話した方がいいの？いや、テクノロジーについては来月あのアシックスの皆様に話してもらう予定なんで、うん、その VTR を用意してるんで、うん、もう大丈夫です。なんで、もうじゃあね、俺の仕事終わりか。もう俺ももう終わりか。お払い箱？いや、お払い箱。ちょっと個人的に聞きたいことがありまして、うん、日本全国に、うん、スケートパークとスケートショップって何件あるのかを調査したいと思ってるんです。え、ちょっと待って、もう一回言って。全国にスケートパークとスケートショップは、うん、スケートパーク、スケートパーク、スケートパークって言った。はい、スケートパーク。スケートパークじゃねえだろ、道場だろ。道場、道場な、道場。スケートパークとか言ってお前生半可なこと言ってんじゃねえ。道場、道場。スケートパークは道場です、言ってんの。スケートパークは道場です。あ、道場な。で、その次はと、スケートショップ、スケートショップ、ショップ、バカ言ってんじゃねえよお前。店舗な、店舗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 と道場、はい、うん、二度と言うんじゃねえお前。はい、道場と店舗、はい、な、道場と店舗が何件あるか、この日本に、はい、ってこと。そうです。それでいいの。はい、何、2021年4月20日の時点で369件あるよな。で、店舗に関しては295件だ。はい、終わり。あ、そんなにあるんですか。え、それはお前生き物だからよな、道場はよ、基本的に生き物だからな。それはお前変動はあるよ。それが10、20の変動なのか、100、200の変貌なのか、それはわかんねえ。な、変動はあるけど、今、バシッと俺の頭に来た感じだと、369件。それが道場の数。で、店舗が、ビシッとこっちに入ってきた感じだと、295件。って感じだよ。はい。答え出たねっていう。分かりました、ありがとうございます、うん、いいの、もう検証も何もなくていいの。いや、これから検証します。で、検証するんでしょ。はい、だから検証するにはよ、物事、じゃあ店舗の定義、お前道場の定義は何だよお前にとって、はい、な、お前がそのわけのわかんないスケートパークな、スケートパークって言葉を使ってるみたいだけど、道場だからな。道場のまず定義を自分の中で作んないと、その定義に当てはまるものかどうかが道場とか道場じゃないかっていうところをしっかりと決めることだろ。店舗も一緒だお前。うちスケートボードありますって言って、お前八百屋がよ、スケートボードありますって札書いたら、もうそれが店舗になっちゃうんじゃねえか。定義がねえとな、ってことだろ。そんなお前、味噌もクソも一緒だって話になっちまうだろうが。俺じゃダメだよ。定義、店舗の定義、道場の定義だよな。それをまずお前がしっかりやんねえと、話はそっからだ。ということで、達人のおっしゃっていたスケートパーク改め道場、スケートショップ改め店舗の定義について、これを見ている視聴者の皆様とご一緒に考えていきたいと思いますので、コメント欄にどしどし皆様のご意見をお寄せくださいませ。またこの番組 FESN プレゼンツエンターザチューズデーでは、ご協力企業、ご協力店舗、個人の皆様方からのご協力ご協賛を募集しております。詳しくは YouTube の説明欄から FESN のホームページにて各種協賛プランをご提示させていただいております。何よりも番組の存続にご協力いただければ幸いです。どうか皆様よろしくお願いいたします。それでは次回の FESN プレゼンツエンターザチューズデーは5月火曜日のどこかでお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。今日は校舎が大抵わかる、俺は前者でライム蹴飛ばす、今日は校舎が大抵わかる、俺は前者でライム蹴飛ばす。